い、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回はゲレンの野望セガサタン版ジョン軍編、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、第二次降下作戦の目標としていた北米の制圧、まあ、具体的にはニューヨーク、あとはキャリフォルニア、この2つをですね、制圧することができました。ご覧のような状態ですね。なのでこの後はですね、北米からニューメキシコまで進んでですね、ここを防衛の拠点にしたいと思います。当然ジャブローから進攻してくる敵の部隊も出てくると思うので、まあ、一刻も早くこのメキシコを抑えておこうという段取りですね。そして第3次降下作戦も提案を受けているんですが、第3次降下作戦をするほど十分な戦力が宇宙にはない状態なので、ここはですね、まあ、降下という方法よりかはエルサレムからカイロに入って、カイロから南下してこのキリマンジャロを取ろうと、そういう作戦を考えています。で、一方宇宙の方なんですけども、宇宙の方もですね、武器、まあ、特にモビルスーツがですね、まあ、ザク1をまだ使っている部隊が多くて旧式化が進んでいますので、これをね、新しくマイグレーションしていくためにソロモンで新しくですね、モビルスーツを生産してこの前線に投入していきたいというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まず開発関係なんですけども、アンザムをね、早めに一つ作っておきたいなと思うので、お金が開発予算として5000かかるんですけども、これ思い切ってもう5000投入しましょう。これでね、アンザムが地上に投入できる状態になると思いますので、これを楽しみにしたいと思います。では時間を進めていきます。まずはズムシティに溜まっている、まあ、一部の開発済み兵器、これをまずはオデッサに輸送しておきたいと思います。まあ、少しターンはかかりますけどね、このままここに置いておいてもしょうがない戦力にはなってますので、この辺りは全部オデッサに送っちゃいます。ではまずキリマンジャロ攻略のために必要となってくる侵入経路、これの確保を行っていきましょう。先ほどお話した通り、まずエルサレム、そしてカイロと侵入してですね、そこから南下する戦略を取りたいと思いますので、まずはこのエルサレムに陣取っている敵の部隊、フライマンタ、セイバーフィッシュ、これをね、撃破していきたいと思います。ランバラルはともかく、もう一機いるザクツの F 型が少し消耗しているので、まあ、無理はさせずに、貴重な戦力にはなりますので、撃破されないようにね、注意を払って進めていきたいと思います。ここは本当にもうモビルスーツの一機すらも惜しいっていうね、そういう状態になってますからね。しっかり戻して回復しながら進んでいけたらいいかなというふうに思います。見ておくがよい、本当の戦いがどういうものかを。35歳とは思えないランバラルのこの威厳というか声というか、とんでもないプレッシャーがありますね。攻撃を開始する。まあ、ここも敵を撃破してできればね、北京方面への進軍ルートというものを確立しておきたいんですけども、戦力がやっぱりどうしてもね、足りないですね。モビルスーツをもうちょっと量産できる体制を整えておきたいと思います。で、その頃にはアンザムをこの北京方面に進軍する先駆けとしてね、投入できたらいいかなというふうに思いますので、そういう意味では先ほど開発を行ったアンザム、これがね、有効な手段だったと信じたいですね。ザク2の J 型、前回の動画の中で開発してるんですけども、やっぱり地上ではこのザク2の J 型陸戦タイプ、すごく動きが機敏、
早いですね。これは地上戦を戦う上ではすごく有利に働いてくれそうな感じがします。なのでこのザクスの J 型をうまく使ってですね、敵の殲滅、制圧っていうものをね、進めていけそうな気配がしてますね。なので旧式化した、まあ、例えばですけどもザク1とかに乗っているようなパイロットに関しては、この後ザク2の J 型に乗り換えてもらって、そこでまあその能力を遺憾なく発揮してもらうっていうのも一つの手かなと思いました。なので、まあ、ザク2の J 型を今出撃させてますけども、どっかで、エースパイロットをね乗せていくっていう形にチェンジをしていきたいと思います。宇宙の防衛もちょっと今艦隊をですね回復のために一旦、このサイド4に戻してる状態なので、衛星軌道上の防衛が少し手薄になってますね。ここは、まあ、しっかりと防衛を行っていきたいと思います。で、衛星軌道上の防衛が手薄になっていることを受けて、グラナダからキシリアの艦隊、まあ、具体的にはですね、グアジン級1隻、あとムサイ1隻、あと HLV を、まあ、3隻ほど衛星軌道上に、まあ、向かわせています。なのでこれがしっかり機能してくれればですね、衛星軌道上の防衛が再び安定化できるかなと思います。松永の加盟にかけてこの戦い負けるわけにはいかない。まあ、この新松永、ガトー、ケリー、この3人で、この宇宙を持たせるっていうね、そういう戦いになろうかと思います。でそこにドズルであったり、キシリアであったり、もちろんギレンであったりといったところがね、うまく艦隊を指揮してくれれば、しばらくの間まだ防衛できると思うんですけども、注意しなきゃいけないのがギレンが撃破されてしまうと、その時点で、ゲームオーバーになるので、まあ、ギレンだけはねあまり前に出ないように後方支援というのをね、しっかり意識して徹底しておきたいと、まあ、事故でゲームオーバーにならないように気をつけようというところですね。で次のターンでエルサレムが取れると思うので、エルサレムを取ったらそこからカイロに侵入して、カイロを拠点にキリマンジャロを目指して南下します。なので基本的には無理にキリマンジャロに対して衛星軌道から強襲上陸をかけるということはせずにですね、確実に、まあ、陸路でキリマンジャロを目指そうという作戦ですね。で今回はガウ攻撃空母、またお金を使いますが開発していきます。ガウ攻撃空母は、まあ、拠点間をねモビルスーツを輸送するのにすごく適しているので、これはしっかり使っていきたいと思います。でモビルスーツの生産ですけども、ザク2の J 型、まあ、陸戦型ですね、これをオデッサで、まあ3セット、まあ、3小隊合計、9機というところですね。あとニューヨークとキャリフォルニア、ここの防衛戦力がかなり手薄になっているので、ここもですねちょっとだけ作っておきたいと思います。まあ、防衛にあまり力を入れる余力は残っていないんですが、あまりにも貧弱な状態になっているので、ここはザク2の J 型を作って、まあ、そこで敵のね小部隊であれば撃破ができる状態というのを維持しておきたいというふうに思います。ではまずシャアをですね、シャア専用機の初期型のものから新しいシャア専用機に乗り換えたいと思います。これでちょっとはね、能力上がるかなと思います。ジョニー・ライデン専用機に配属していきましょう。ジョニー・ライデン専用機。これで、よりね、オデッサでの活躍を期待したいと思います。では、陸上要塞ダブデが完成したという報告が入ってましたので、このダブデを、まあ、ここに置いておいてもしょうがないので、オデッサに下ろしましょう。で、オデッサからじりじりと、北京をね、目指して、のんびり進攻してもらって、キリマンジャロの攻略戦が終わった頃にはですね、まとめて、ぶったたくために、
このダブデをうまく利用できればいいかなというふうに思います。では、続きプレイしていきましょう。まあ、北京の方にじりじりとにじり寄っていく部隊と、あとは、キリマンジャロ。当面の作戦目標になっているキリマンジャロ。ここをね、攻略する部隊とでしっかり、進軍を行っていきたいかなというふうに思っています。まあ、主に進軍する部隊はザク2の J 型中心に編成していますので、ここがね、うまく機能してくれればいいかなというところですね。ここには3連星とシャア。これも各戦線から引き抜いて、このキリマンジャロ攻略に向かわせてますので、ここもね、しっかり活躍してくれればいいかなというふうに思ってます。では、キリマンジャロ進行を続けていきましょう。まあ、じりじりとね、にじり寄りです。で、ある程度の部隊の数揃ったら一気にね、侵入をしていきたいなと考えていますので、部隊がね、集結するのも少し待ちましょう。まあ、キリマンジャロが取れたら次の特別作戦はおそらくですね、北京になると思うので、北京の方にもね、じりじりと部隊の方は、進ませているという状態です。シャアも到着しましたね。間に合いそうです。歴戦の勇士のあなたと組むことになろうとは、いろいろ教えてくれるとありがたい。赤い彗星の噂は聞いている。こちらこそよろしく頼む。シャアとランバラルの会話でしたね。今少しずつ整理を進めているところがあって、それ何かというとですね、地上に降りてきている宇宙仕様のモビルスーツ、これを宇宙、まあ、ソロモンに戻したりですね、あるいは廃棄したりして資源に戻したりとか、そういう活動運動を行っています。なので地上は今もう出撃しているモビルスーツは別にしてですね、整理を進めて地上戦に特化した部隊を今ね作っていってるというところですね。どうしても宇宙用のモビルスーツだと地上で足が遅くてですね、まあ足並みが、まあ、正直言ってなかなか揃わないというところもあったりしますので、まあ、そういうのを防ぐ意味でもですね、戦力の均一化、これを図っているという状態です。あと 2,3 ターン後にはキリマンジャロにも侵入できるようになるかなと思いますので、そこまでねちょっと我慢して進めていきましょう。グフの開発が提案されてますので、グフの開発はスタートさせましょう。これはドムを意識した投資という割り切りでね、やっていきたいと思います。あとアンカイですね、これも必要になりますので投入します。お金の投入で、水陸両用モビルスーツはできればですね、ゴッグ、さらによく言えばズゴッグ、これの開発が完了するまでは我慢をね、できたらいいかなとは思っています。ではガウが完成しましたので、このガウ、これをですねオデッサに、そしてアッザムもオデッサに送りましょう。この後の北京、あとはインド、マドラス攻略にね、備えておきたいと思います。あとは宇宙での戦いなんですけども、もう消耗戦に完全になってきましたね。この消耗戦をなんとか勝ち抜いていかなければいけないので、不要になったザクワン、これらに関してはもう、戦力としてはあまり考えずですね、まあ、一度廃棄なりをして資源化を図っていけたらいいかなというふうに思います。結構ね面倒なのが、この衛星軌道上に展開している部隊は補給がねどうしてもできないので、補給をするために一度基地にね戻す必要があるっていうところがね、若干煩わしいところではありますね。まあ、ただここを怠ると何にもいいことはないので、まあ、我慢してでもですね、このめんどくさい作業は続けていきます。で、時折現れる
まあ、偵察がてらにやってきた部隊なんですかね、彼らもね。でしっかり潰しておきます。放置しておくといずれ大部隊に消化される恐れが、まあ、ないとは言えないので、まあ、そうならないようにですね、早め早めに出てきた部隊は潰していくというのを心がけていきたいかなと。ではまず忘れないうちに第3次降下作戦、まあ、事実上のキリマンジャロ侵入作戦ですね、これを実行しておきます。これより我が軍は降下作戦を開始する。で、このターンでキリマンジャロをね、あわよくば攻略制圧してしまいたいというふうに思います。今のでだいぶお金を使ってしまったので、まあ、今回は諜報と、あとは研究ですかね、そこに割くお金はなかったので、もうこのまま攻略戦の方に移ります。ではキリマンジャロの攻略戦始めていきましょう。まあ、これだけの部隊を送り込んでいるので、まあ間違いなく勝てるとは思うんですが、敵の防衛戦力もねそれなりの数揃っていますので、まあ慎重に進めていきたいと思います。早速始めていきます。まあ、ザク2の J 型中心に編成してありますので、まあ、スピードをね、持って、しっかり前に前に出ていくという形でいいと思うんですけども、敵の戦力が、まあ、今までのね、まあ、例えば北米だったりオデッサだったりっていったところに比べるとやっぱり多くはなっています、手強くはなっているので、味方のね損がいかに少なく勝ち抜いていくかっていうのが一つテーマになるかなと思います。まあ、やっぱりここ砂漠なので足が遅いですね。地上戦用の J 型中心に編成はしているんですけども、足の遅さがあって、このターンでこのキリマンジャロを攻略完了まで持っていくのは難しそうなんですけども、敵の戦力をねできるだけ、消耗させておく、削っておくっていうことはやっておきたいので、まずはそこまで進めていきましょう。ザク2の J 型をやっぱり用意してよかったなとは思いますよね。J 型でこの足なんで、J 型じゃなかった場合は、さらにね、足が遅いと思うと、なかなか、攻略のメド感みたいなものが立ってこないかなと思うんで、まあ、そういう意味では、まあ、J 型をね、作っておいて正解だったのかなというふうには思います。あとは侵入経路をばらけさせたのが良くなかったかな。同じ経路、まあ、少なくとも二手ぐらいに分けてぐらいが良かったかなというのは反省点ですね。今回四つの経路からキリマンジャロに入ってるんですけども、まあ、戦力が分散されてしまっている状態とも言えるので、これは次のね、北京なりマドラスなりという拠点攻略戦入るときには反省点として、次の戦いに生かしていければいいかなと思います。キリマンジャロの攻略戦の続きになりますね。やっぱり部隊の侵入場所があまりよろしくなかったということもあり、戦況は五分五分ですね。本当だったらもうちょっとこの辺りはサクッと進行で、しておきたいところだったんですけども、どうにもこうにも動きがよろしくないですね。同じ場所からやっぱりね、出撃させておいた方が、まあ、今となっては良かったのかなという感じがちょっとします。さあ、徐々にとはいえですね、進撃を行ってまして、追い詰めつつはありますね。ホバーにセーバーフィッシュ1、これが潰せたらこの拠点をね攻略できると思いますので、ここまで一気に多少無理地でもですね攻撃を進めていって、残りの部隊は無視していきましょう。シーマも到着してるね。楽しもうじゃないか、かかってきな。では敵にとどめを刺していきましょう。残っている敵4機ですね、どれもスタックはしていないので、確実に一つずつ潰していくというので、
この戦いをね終わらせていきましょう。我々が5いるので、一番残っているヒットポイントが高いところに2つ部隊をぶつけるというのでもいいかなと思います。あとはまあシャアみたいなね、まあ優秀なパイロットが乗っているところもうまく使いながら、攻略をね行っていきましょう。あとは次のターンで敵を入らせないということも重要になってはくるんで、まあ、そういうことも意識しながらですね、どこに誰を配置してどう攻撃していくかというのをね考えて、いきたいと思います。これでどうだろう。次のターンに敵にまたこの本拠地に入られることはないと思うので、これでまず、敵のね出方を見極めていきましょうか。キリマンジャロが取れたら次は、北京ないしマドラス。どちらかになると思うので、で、そちらの方にもね、部隊今、この先遣隊ということで送っているので、進軍ルートは確保してあるので、割と速やかに部隊をね、移動できるんじゃないかなと思ってます。セーバーフィッシュ残ったか。やるな。ほんのちょっとですけど、セーバーフィッシュここもフライマンタ残るか。ドーンエスカルゴは激減しましたね。いやいや、なかなか敵も最後の最後、粘るな。まあ、あと、2、3ミリ、ヒットポイントゲージが残ってたと思うので、まあ、それをね、次、削っていきましょう。ここを削れば終わりなので、もう、拠点をね、攻略するっていうよりかは、敵の残っている部隊を撃破するというイメージでいきます。ここはできれば味方撃破されたくないな。まずフライマンタ、これを撃破完了。残っているのが敵の本拠地上に陣取っているセーバーフィッシュかな。これを撃破すれば、このキリマンジャロがね制圧完了ということになります。まあ間違いなく倒せるとは思うんですが、まあ念には念をというか、間違いが起きないように四方八方から攻撃を加えて、最後このねセーバーフィッシュ倒しましょう。まあ我々もね航空兵力でいうとドップが生産できるんですけど、数はまだあんまり作ってないので、まあ、モビルスーツ中心で運用しているので足がどうしてもちょっと遅いんですよね。うわ、無駄にザク2を1個失ったな。私に出会った運命を呪うがいい。ミステイクでしたね。報告します。はい。中部アフリカ方面軍がキリマンジャロの攻略、これで完了になります。に成功しました。第3次降下作戦、まあ実際に降下はしてないんですが、キリマンジャロの攻略が完了しています。地球侵攻作戦の初期目的であるオデッサ、北米、中部アフリカの制圧が終了した。今後も予定通り地球侵攻を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵たちの士気も高い。先にジャブロを攻めた方が良いのではないか。勢いだけで戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらず心配性ですね父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくありません。それなりの働きはさせてもらいます。V 作戦か。はい、では今回はねここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。